今日はアンパンマンのふりかけを紹介するよ。このアンパンマンの人形さんはふりかけケースになってるんだよね。首のところで取ることができて、そしてここを開けてあげるとふりかけを入れることができるんだよ。そしてここを開いてふりかけをかけて食べられるんだよ。バイキンマンも同じようにご飯を持ってるね。首をこうやって取って、ここからふりかけを入れて、ふりかけをかけて食べることができるんだよね。それじゃあふりかけをちょっと開けてみようかな。アンパンマンのシールが入ってるんだね。何が入ってるのかな？このシールが入ってたよ。気球だね、気球に。ジャンボおじさんたちも乗ってるね。ふりかけの種類は、卵と、そして、鮭。これは、おかか。そして、野菜。この4種類だね。ふりかけは、それぞれ、アンパンマンの仲間たちが書かれてるんだよ。これは、表と裏。それぞれ、いろんな、アンパンマンの仲間たちと、一緒に遊んでやることができるんだね。いろんなのが本当にあるんだね。これロールパンナ。そして、アンパンマン。両方アンパンマンってのもあるんだね。こっちはメロンパンナちゃんと、食パンマン、ドキンちゃん。クリームパンダ。アンパンチしてるね。天丼マン。そして、メーケンチーズ。空を飛んでるよ。ホラーマン。ジャムおじさんたちと一緒だね。アンパンマン。アンパンチしてるね。小結びマン。そして、アンパンマン。元気100倍、アンパンマンだね。コキンちゃん。食パンマンと気球があるね。赤ちゃんマン。これは、カツ丼マン。そして、アンパンマン。釜飯丼だね。今度は、おむすびマン。おむすびマンは三角なんだよね。あとは、アンパンマン。ニコニコしてるね。今度は、食パンマン様。で、バタコさん。こんな感じになっているよ。それじゃあアンパンマンとバイキンマンのふりかけケースに入れていこうかな。アンパンマンにはこれかな。これを入れようね。
閉めるよ。ドア、バイキンマン。バイキンマンは何を入れようかな。バイキンマンはこれかな。これを入れようね。で閉めて、ご飯を食べるときはアンパンマンかバイキンマン、どっちがいいかな。アンパンマンかな。アンパンマンの顔を開けて、ここからふりかけをかけてあげる。これでご飯食べられるんだよ。アンパンマンのふりかけケース、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。